こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、右投げ右打ちの投手、フォームはレイブ、好きな球団は野球マン1号2号狙いで DNA でやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。なるほど、ドン。星122、回復はないけど宝箱とやる気とね、変化球あるんで、これはかなりありがたいですね。ってことで、まずは、しょっぱな守備ですか。しょっぱなお守備さん引きますか。宝箱あってやったって思ったけど、全くそんなことなかったね。玉持ち、やる気を買ってくれる。輝く強い、やる気が、ちょっと辛いな。まあ、いいか。二段階持ってけば、ええのよ。オッケー。ナイス二段階。好調でもね、行きましたね。シャッフルして、回復。おー、オッケーオッケー。セイ。ナイス。いいね。やる気ダウン、あと宝箱が実質なかったっていうのがもったいない。さあ、捨てに。おーし、2球種目ナイス。回復量もいいね。変化球ロスト。赤マス1個目でそれは辛いね。変化球出ない。なかなかにお辛い展開だが。青。ナイス。あー、そしたらこれちょっとね、やる気ですね。で、せい、二段階いかない。二段階いきません。まあ、彼はね、威圧感くんなんで、基本能力、まあ、威圧感。まあ、基本能力の方がありがたいかな。さあ、三球締め、T 字変化。なるほど。はい。超回復を引いていく。超回復連発していく。正規力。あー、それはしょぼい。通過しないとダメか。オッケー。怪我。怪我だと。なんだと。わー、強い。無地青が強すぎる。えい。二段階行く。ナイス。ここ。あー。いや、ここ回復と、あと青マスで行けたんですけどね。回れなかったね。変化球。531。さあ、やっとまともな箱を取れる気がする。なんか変化球ロスト出そうだよね。まあ、行くけどね。なるほど。この赤マス踏むか踏まないか結構変わるけどな。コントロールはいらないって落とすじゃん。やめろよ。やる気買って急速安定強い。急速ダウン。あ、回り方間違えた。コントロールを取ってから。いやー、それは、今ここだよね。こっちからだったね、絶対ね。やっちゃったわー。そして、コントロールも99のままね。分かってたのに、やっちゃったわ。宝箱が死んでる今日。強い。あー、変化球出てきたか。まあ、シャッフル次第だな。カレンさん、ここ来ないかな？来ないか。いやー、集中力。耐えろ。ラクイエム！オーケー。やばいね。これ、こっちからか。ここでシャッフルしないとこの赤おにぎりがどうしても邪魔で、こっちから行こうとすると、ね、特化マスがあって邪魔と。で、コントロール上げて、で、そうだよね、コントロール下げてまたこれコントロール上げるんじゃないかな。ってなると、幽霊にあってオール1とかね。奪三振。コントロールダメよ。
ナイス変化球、午後1、ここ1や。スタミナマイナス、あー、まあまあまあ、どうだ、変化球、変化球、いやー、上行ったか、上行ったか、プラス2キロ、球速に変えて1、2、3、4、5、6、そうだね、あーでもスタミナ取りたいか、スタミナ取って球速でもいい気がする。あ、コントロールになっちゃった。1、2、3、4、5、6、これだな、変わんね。あー、なんかすごい、なんかもったいないね、動きしてましたね今日ね。それでもなんとか耐えた、星553ですね。はい、ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前星533からこみみちゃんという名前になりました。いかがだったでしょうか。気温能力156キロの SB、 変化球も551の3球種となかなかいい感じ、特能も強いのが入っているのでオートペナント期待して回しみましょう。はい、1年間オートペナント回しきました。結果はこちら、防御率 1.63、 素晴らしいですね。この能力で1点台とよく頑張った。で、221イニングめちゃめちゃ投げて、15勝7敗、こちらは第2位と、勝ち数今永さんに負けてしまって、勝率はね、うん、7敗もしてしまったんで、こちらは4位ですね。ということで見ていくと、今回5人ローテだったので30登板して、8完封10完投、これでね、沢村賞をゲット。あとは、クオリティスタート 86.7% 立派だね。で、ハイクオリティスタート 56.7 と。で、取ったのはこちら、242奪三振。お見事。9.86 の奪三振率も立派なので、これはもうね、ダントツですね。OK。ということで、あとの数字はこんな感じで、KBB が 5.62 とかなりいい数字出しております。ということで、今回のこみみちゃん、取ったタイトルは、最多奪三振、沢村賞、新人王、ベストナイン、MVP の合計5つでした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ！